はい。ぼた久保田です。おはようございます。すっかり霧に覆われた自宅前です。これから仕事へ行ってきます。こっちのね、サブチャンネルもね、あの、ゴンゾウさんが見てくれてるんですよね。ちょっとびっくりしました。伐採士のシャチ君の境クレーンについてコメントいただいてるんですけど、ちょっと見返したら、 もう2500回も再生されてて、やっぱ日のレンジャーに興味を持っている人、すごく多いんだなっていうのが分かりました。ゴンゾーさんにもね、一度会ってみたいなって思います。新潟太郎さんなんかもね、やっぱり重機屋さんなのかな。ゴンゾーさんもきっと重機屋さんかななんて。そんでね、年代も同じぐらいなのかなって勝手に想像してます。そんなわけで、 えー、いつの日かね、そういうコメントをしてくれる方々とお会いできたらなと思ってます。鳥取系 YouTuber 通りにもね、いつの日か会えたらいいなって思ってます。桂田さん連れて行こうかな。コラボも面白いんじゃないかな。やっぱね、楽しくやっていくのが一番です。明日も明後日も楽しいことばっかり考えて生きていこうかなと思ってます。 今日も皆さんの生活がいい日であるといいね。ということを願いまして、今日も一日頑張りたいと思います。それでは失礼します。